おはようございます。それでは私の方からまず、2023年3月期第3四半期の、決算について説明いたします。昨日開示いたしました決算説明資料に基づきまして、説明させていただきます。まず1ページ目になりますけれども、今回の決算のハイライトということでございます。この第3四半期累計の実績ですけれども、上期に引き続きまして、M&T の生産販売の正常化、それからパブリックサービスの特に無線システム、こちらが非常に好調ということで、第3四半期累計におきましても、前期比で大幅な増収増益を達成したということでございます。またこの結果を踏まえまして、昨年10月引き続きまして、業績予想の上方修正を今回発表しております。また期末の配当予想につきましても、今回修正いたしまして、加えまして株主還元方針の変更ということも合わせて発表させていただいております。それでは早速第3クォーター累計の実績でございます。5ページ目でありますけれども、第3クォーター累計ですが、売上収益2475億円ということで、対前年529億円、約 27% の増収ということでございました。これに伴いまして、小営業利益は112億円ということで、対前年109億の増益ということでございます。営業利益につきましては195億円ということで、159億円の増益、前前利益193億円ということで、163億円の増益、四半期利益は155億円ということで、150億円の対前年増益でございます。EBITDA は342億円ということで、EBITDA マージンは 13.8% という実績でございました。次の6ページ目ですけれども、小営業利益の対前年度ですね、要因別の増減のグラフでございます。昨年第3クォーター累計の小営業利益は 2.7 億ということでございました。昨年は第2四半期、第3四半期と半導体の部品供給不足ということで、大きく生産ができなかったということで、影響を受けましたけれども、それがだいぶ回復したというところで、73億ほどの昨年からの改善があったというふうに見ております。これに対しまして、部品は入ってきたんですけれども、かなりコストが上がっているということに、部品のコストアップによる影響が55億円ほどございました。加えて、生産が戻ってきたとございまして、95億ほどの固定費の増加ということでございます。このうち55億ほどは為替換算による増ですけれども、95億ほどの固定費の増加がございます。また八王子の譲渡によります経費、これが2億ほどかかったということでございます。これにいたしまして、コストアップに対応した価格対応ということで、54億円ほどの値上げを実施しております。また加えて、売上収益の増加によります利益増というところが135億円ございまして、結果としまして、今後の第3クォーター累計の小営業利益は112億円の実績になったという内容でございます。次の7ページになります。これは分野別の状況でございます。まず M&T 分野ですけれども、売上収益1484億円ということで、対前年368億円、33% の増益でございました。小売業につきましても43億円ということで、前年から56億円の増益ということでございます。昨年は先ほども少し話しましたけれども、第2四半期、第3四半期とですね、かなり部品不足ということで生産が落ち込んだということで、昨年赤字でございましたけれども、今期につきましては第1四半期に上海ロックダウンということで、かなり苦戦のスタートにはなりましたけれども、第2四半期、第3四半期と順調に回復しておりまして、対前年度は大幅な増収増益を達成しているという内容でございます。パブリックサービス分野、こちら売上収益520億円ということで、124億円の増収、約 32% の増収でございます。小営業利益につきましては65億円ということで、前年若干の赤字でしたけれども、それに対しまして66億円の増益ということです。こちら、パブリックサービス分野の中の特に無線システム、アメリカ中心に非常に好調ということで、上期の好調ですね、そのまま第3四半期も達成できたということで、こちらも幅の増収増益になっております。メディアサービス分野、こちら売上収益417億円ということで、31億円8%ほどの増収でございます。
ただ利益につきましては 4.4 ということで前年から14億ほど、まあ、減益ということになっております。これはもともと基礎から想定しておりましたけれども、昨年の3月、タイの工場を閉鎖したということで、この第一半期、まあ、その一貫時期ということで、まあ、3ヶ月ほど、まあ、生産ができなかったということによる影響がありまして、もともと前年からは落ちるだろうというふうに見ておりましたけれども、まあ、加えまして、まあ、メディアサービスのメディア事業にとりますと一番大きな商戦時期でありますクリスマス商戦ですけれども、ちょっとアメリカを含めまして、かなりちょっと厳しい売り上げがいかなかったということがございまして、利益につきましては 4.2 億円ということで大きく前年から落としたという内容でございます。まあ、これらを踏まえまして全体としましては売上収益2475億円、小営業利益112億円の実績になったという内容でございます。次の8ページ目ですけれども、まあ、今回の、第3クォーターまでの累計の実績を踏まえまして、今回情報修正をさせていただいております。まあ、この第3クォーターの累計のところで、特に前回10月の31日に発表いたしました通期予想、特に最終の当期利益152億円に対しましてです、もうこの第3クォーターの中で155億まで出ているということもございまして、今回全体の売上が増えまして情報修正しております。その内容ですけれども、売上収益は3330億ということで、前回予想から30億円の増収を見込んでおります。小営業利益は143億円ということで、前回見込みから16億円の増益、営業利益は214億円ということで、前回見込みから6億円の増益、前前利益は210億円ということで12億円の増益、最初の当期利益は160億円ということで8億円の増益を見込んでおります。上につきましては 18.1% を見込んでいるということでございます。次の9ページ目に営業利益の年間の営業利益予想のですね、対前年の要因別の増減のグラフでございます。前年の営業利益91億円でございました。これに対しまして昨年大きく影響を受けた半導体不足からの解消、不足からの回復というところで93億円の決めが出ているというふうに見込んでおります。それに対しましてコストアップによる悪化影響が82億円、固定費の増加で141億円、八王子の固定資産譲渡に伴います費用追加費用が4億円というふうに見ております。これに対しまして価格対応としまして72億円の値上げを実施する予定でございます。それから売上収益の増加で135億円ということ、それから八王子の固定資産譲渡益で97億円を見込んの実績が出ておりますが、一方で昨年子会社の売却益ですとか金融資産の評価益、こちらが出ておりましたけれども、今年度これがなくなるということで45億円、まあ、その部分が減るということになりまして、まあ、それをトータルしまして214億円というのが今回の年間の営業利益の予想という内容でございます。次の10ページ目が分野別の状況でございます。M&A分野につきましては、前回と同じ予想にしております。売上収益2000億円、小営業利益51億円という予想でございます。パブリックサービス分野につきましては、今回の予想で、売上収益730億円、小営業利益90億円ということで、売上収益で32億円、小営業利益で18億円、増加ということを見込んでおります。一方、メディアサービス分野につきましては、売上収益550億円、小営業利益13億円ということで、売上で10億円、小営業利益で6億円の減 を見込んで、今回、予想を修正しております。まあ、その他含めまして、合計としましては、年間で売上収益3330億円、小営業利益で143億円を見込んでおります。次の11ページ目になりますけれども、こちら、前社の四半期別の実績推移でございます。この23年3月期第3四半期3ヶ月の実績ですけれども、全社で売上収益894億円、小営業利益で53億円ということでございました。まあ、第3四半期も同様に M&A 分野の回復ですとか無線の好調ということで好調に推移しましたけれども、第3四半期につきましても引き続き好調ということで大きな売上利益を上げたという内容でございます。次の12ページ目以降から分野別の四半期別の実績推移ということでございます。まず12ページ目が M&T 分野でなります。この第3四半期3ヶ月の実績ですけれども、売上収益524億円、小営業利益で22億円という実績でございました。第1四半期上海ロックダウンということで、まあ、赤字ということでかなりスタート苦しみましたけれども、第2四半期で大きく回復し、第3四半期も引き続き好調に推移をしたと
という内容でございます。次の13ページ目がパブリックサービス分野でございます。こちら、この第3四半期3ヶ月の実績が売上収益192億円、これによって29億円ということでございます。こちらも無線システム、特にアメリカ向けがですね、非常に好調ということで、上期実績でしたけれども、引き続き第3四半期も好調ということで29億円の声切りということで進んでおります。対前年もですね、昨年は半導体等の問題もありますので、若干改善というところからも大きく改善になっているという内容でございます。右側に年度別もつけておりますけれども、この第3四半期の実績と踏まえまして、通期の見込みも売上利益とも、今回の、修正で上げているという内容でございます。14ページ目、メディアサービス分野でございます。こちら、売上収益で156億円、声切り2億円ということでございました。黒字を何とか維持はしていますけれども、21年、22年の実績見ていただいてもですね、やっぱり、メディア事業等はクリスマス商戦、非常に大きな商戦時期ということで、大体第3四半期が年間で一番いい利益を上げる時期ではあるんですけれども、残念ながら、この第3四半期2億円でとどまったというのが正直なところでございます。要因としましては、2つありますけれども、1つは第1四半期、若干赤字になった理由になっております、生産移管、こちらプロジェクターにつきましては、タイの工場閉鎖に伴いまして、国内回帰ということで、日本で生産開始いたしました。生産自体は移管順調に終わったんですけれども、残念ながらちょっと一部の部品がですね、入ってこなかったということがございまして、かなりアメリカ等でバックオーダーを抱えてたんですけれども、残念ながら物が作れなかったということで、売りが伸びなかったと。十分な挽回ができなかったというのが一つあります。もう一つ業務用のビデオカメラ、こちらがですね、ちょっと期待ほど売れなかったということもありまして、ちょっと正直、第3四半期につきましては、想定から言うとちょっと厳しかったかなというのがメディアサービス分野のメディア事業でございます。ただエンターテインメントにつきましては、コロナということで、ライブ活動等かなり自粛等ございましたけれども、だいぶそこもだいぶ戻ってきたということで、エンターテインメントにつきましては非常に堅調な推移だったというふうに見ております。ただ今回この第3四半期のメディア事業の苦戦ということを踏まえまして、年間の予想値につきましては、売上利益ともちょっと前回からの予想から減らした内容で、今回修正をさせていただいているという内容でございます。次の15ページ目は、地域別連結売上収益対前年のグラフですけれども、見ていただいた通り、すべての地域で増収という内容でございます。次の16ページ目、こちらは公営業利益より下の段階損益の説明でございます。公営業利益は 112.2 億円ということで、前年から100億ほど、増益ということでございました。その下のその他の収益費用、為替損益等というところで、約83億円の利益を、実績を出ておりますけれども、こちら大きいのは固定資産の上定期ということが計上したと。ただ一方で前期計上しておりました子会社の売却益です、特権者の評価金がなくなったということで、そこらネットしまして約83億円、対前年から49億ほどここで改善ができているという内容でございます。これを踏まえまして営業利益は 195.1 億円、前前利益は 193.4 億円、それから最初の四半期利益は 155.1 億円という実績になったという内容でございます。次の17ページ目が財政状態バランスシートのサマリーでございます。下の表の下から2番目、親会社の事業者に帰属する持ち物、いわゆる自己資本につきましては972億円ということで、これは主に、当期利益が上がったということでの利益状況の増加によるものでございます。これに伴いまして、一番下にありますけれども、いわゆる自己資本比率につきましては 32.6% ということで、前期末から 4.3% ポイント増加という内容でございます。また、融資負債につきましては、この第三四半期、融資負債の削減につきましたので、597億円ということで、またネットデッドも99億ということで、100億をちょっと切るような状態になっているという内容でございます。次の18ページ目がキャッシュフローのサマリーでございます。営業活動のキャッシュフロー、この第三四半期累計で157億円のプラスということでございます。昨年は26億円ほどマイナスになっておりました。これの大きな理由がですね、昨年第2四半期、第3四半期と半導体不足ということで、半導体入ってこないと。ただ一方でそれ以外の部材は、生産をする予定で購入しておりましたので、大きく部材中心に棚卸資産が増えたと。運転資金の悪化がありまして、26億ほどのマイナスということでしたけれども、今期は、まだまだ在庫水準高い状態ですけれども、
だいぶ正常に戻りつつあるということと、それから利益を計上したということで、157億円のプラス、前年からは183億円の改善という内容でございます。都市バスのキャッシュにつきましては、10億円の支出、ということですけれども、この中には、固定資産譲渡によります収入もありまして、この10億円の支出、ということでとどまっております。この結果、フリーキャッシュフローは147億円ということで、前年から大きく改善になっております。財務活動の利益収入につきましては152億円ということで、特にこの第3四半期、借入金の返済をかなり進めましたので、前年から80億ほど返済を進めているという内容でございます。以上がこの第3クォーター累計と業績予想の修正に対する説明でございます。続きまして、配当予想の修正でございます。今回、配当につきましては、基礎発表した配当予想から変えさせていただいております。今回、非常に業績向上ということで、2008年の統合以降ですね、小営業利益含めて全ての段階損益で最高益になる見込みが立ったということもございました。また第三四半期におきまして、今年の上等益も計上したということもございましたので、基礎発表しました、普通配当7円に加えまして、特別配当ということで5円を追加しまして、合わせて12円の配当ということで、今回予想を修正させていただいております。次に、これと同時にですね、株主還元保証の変更ということも今回発表させていただいております。今現状のビジョン2023というものがですね、1年前倒しで、ほぼ達成できたと、達成見込みであるということを踏まえまして、新しいビジョン、中期計画を、今設定中でございますけれども、その中の一環としまして、今回株主還元保証の変更を、発表させていただいているという内容でございます。変更前にはありますけれども、安定的な利益還元と、今後の成長に向けての、投資というところのバランスを見ながら、配当成功 30% を目安として、剰余金の配当を決定ということが、今までの、株主還元方針でございました。その下が今回変更しました新しい株主還元方針ですけれども、安定的な利益還元、それから成長に向けた経営資源のバランスを取るというところは書いておりませんけれども、今まで配当成功 30% というところにつきましては、総還元成功というところへちょっと指標を変えまして、総還元成功を指標としまして、今まで同様、株主還元策の配当という業績に応じた配当というものに加えまして、中長期的な成長に向けた投資、それから資本効率性の改善に向けたバランス等を踏まえまして、機動的に自己株式取得というところも行っていくということで、配当にだけにこだわるですね、配当に加えまして、自己株式等も踏まえて、株主還元を進めていこうというふうに方針を書いております。総還元成功の目安につきましては、現在策定しております新しい新中期計画の発表の時にですね、発表させていく予定ということにしております。それから以降トピックスということでございます。まず一つ目ですけれども、今回新しい中期計画というところも作る背景としましては、やはり地政学リスクですとか、為替の問題、いろいろ当初ビジョンの2023現行のビジョンをですね、作った時から大きく環境が変化しているという中で、それに対応する策としていろいろ我々も手を打ってきております。下の方にもありますけれども、ちょうど1年前、昨年の2月にですね、国内回帰という観点も踏まえまして、国内で販売します市販のカーナビ、こちらインドネシアから長野の移管を進めたということが、これがちょうど1年前でございます。それ以降、昨年の3月にタイの2つある工場のうちの1つを閉鎖いたしまして、プロジェクターは日本へ、それから業務用カメラはタイのもう1つの工場へ移管ということで、国内回帰ですとか、生産の効率化を進めてまいりました。4月には SCM 改革推進部ということで、今足元非常に苦戦しておりますサプライチェーン、こちらの再構築ということをスタートさせております。それから10月、決算の時に発表させていただきましたけれども、バリュークリエーションスクエアと、新たな開発の拠点を作るということで、合わせて八王子の売却等も発表いたしましたけれども、こちらで技術開発の強化と、働き方改革、こちらも進めていくということでございます。あと今回、この今までの施策に対する追加ということになりますけれども、この3月にですね、シンガポールにあります開発拠点、JVC ケムドテクノロジーズシンガポールと、JKTS という開発拠点がございますけれども、こちらをこの3月に閉鎖するということを決定いたしました。
まあ、4月以降はですね、国内の方へこの開発機能を移管いたしまして、まあ、開発機能を国内に移管することによります、まあ、効率化、強化を図っていくということを今見込んでいるという内容でございます。次の24ページ目に、まあ、国内生産回帰ということを進めてきておりまして、今現状どうなっているかということの報告でございます。まあ、先ほども説明いたしましたけれども、まあ、インドネシア、それから中国から、特にあの MRT のナビゲーション関係の、まあ、移管を進めてきております。その結果ですね、2020年度、約 18% の、まあ、国内生産比率が今 26% ということになっております。まあ、もちろんこれが我々最終ということではなくてですね、来年度以降、特にあの用品系はですね、あの実際大きく増えてくるのは来年度以降になると思いますので、来年度以降はさらに増えていくというふうに見ておりますけれども、まあ、こういった形で、まあ、まだまだ海外選出は大きいですけれども、こういったバランスも徐々に取っていこうというふうに考えている内容でございます。それから最後になりますけれども、無線システム事業、引き続き好調ということで、第三四半期も非常に好調な推移をしております。まあ、米州向けの受注残ということでグラフを入れておりますけれども、まだまだ高い水準を維持しているということです。それから VP8000 につきましても、まあ出荷開始ということで、この1月に、山形で生産したものの出荷を開始しまして、今年度も、今月、来月ぐらいですね、実際の販売を結びつけるよう今、動いているという内容でございます。以上、私からの説明は以上でございます。